今回は集合体恐怖症。俺ド M なのかな。嫌いだけど集合体恐怖症の動画です。で、今回使うのはジェットパック。なんかね、ジェットパックを動かないで置いとくと綺麗な丸を作れることを最近知ったので、今回その綺麗な丸を使って集合体作っていきたいと思います。で、今回使うところはショッツル講座の半分。半分側は塗りポイント貯めて、ジェットパック貯めないといけないので、塗る場所にしてるんですけど、もう片方の部分で、綺麗な丸をいっぱい作っていこうかなと思います。はい、では、ド M だけど、すげえド M だけど、集合体教書作っていこうと思います。で、何回かね、やったことあるんですけど、まあ、今回はね、ちょっと本当にマジでド M かもしれない。綺麗な丸ってなかなかないよね。最近知ったんですよね、このジェットパックを使えばいいってことに。じゃあみんな見せてあげるよ。綺麗な丸を。本当にね、動かないとね、綺麗な丸の方見て。綺麗でしょ？わかります？見てて。ほら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 。めっちゃ綺麗な丸なの。コンパスいらないよ。この絵すごい。この絵すごいね。おい。見て。え、すごい。めっちゃ綺麗なんだけど、まあ、やっててわかるわ。おー、すごい、なんか面白いここ通るの。ここに使ってもいいかな。ここに使っちゃおう。あー、綺麗な丸が。箱のせいでちょっと変な形になっちゃったかもしれない。綺麗な丸が。あはは、なんだあれ。いいね。塗る場所がない。塗る場所がない。塗る場所がないよ。起きてくれた敵が。一緒に塗ろう、一緒に塗ろう。全然たまらない。全然たまらんよ。タイミングがない。タイミングが出ない。間に合うかな？間に合え、間に合え、間に合え、間に合え。間に合え。ここに使う。オッケー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 。あははは、めっちゃ、めっちゃ頑張ってる。どうだろう。おー、綺麗、綺麗。全然気持ち悪くないわ。綺麗だからかな。全然気持ち悪くない。少ないからかな。さっきの縄張りバトル、ちょっと狭くなっちゃったっていうか、時間が短かったから、なんか満足できなかったので、ちょっと時間を伸ばしました。ガチあさりで、やりたいと思います。じゃあまず溜めていきましょう。この右側はね、全部捨てるので、しっかりといっぱい塗りましょう。ここら辺も塗っちゃっていいよね。あさりちょい邪魔だな。アサリすげえじゃん。あげる。おい！俺がせっかくあげたの海に捨てやがった。何やってんの？どこら辺がいいんだ？もうちょい離れた方がいいかな。あ、いいね、いいね、いいね。じゃあ、ここら辺だな。めっちゃ綺麗だよ。なんかすげえ丸い。ちなみに集合体恐怖症の動画、今までの見たことありますか？一応、URL 載っけとくので、もし気になったら見てみてください。お、いいね。もう俺ここに使っちゃおう。ちょっと上側も使うわ。ここありかな？ここありだな。頭がぶつかってる。めっちゃ近い。めっちゃ近いんだけど。ぶつかってたよ。おー、おー、なんかいい。なんかかっこいい。隙間、何これ。何これ、スマブラみたいになってる。おい、なんか雪だるまみたいになってる。ここミスってる。ミスがある。こことかかなぁ。うわ降ろされた。おい、すごい、すごい、綺麗。でもちょっと気持ち悪くなってきた。まあ、丸が綺麗だから綺麗なのは綺麗なんだけど、ちょっとでも気持ち悪いっちゃ気持ち悪い。やっぱ俺集合体恐怖症だわ。